早速ですが発表があります。実はチャンネル名を早速変更しました。はい、新しいチャンネル名が、ちょっと待ってくださいね。新しいチャンネル名がですね、お、Vlogger ワンコ、チュロとパタという名前です。お、がつきます。お、Vlogger ワンコ、チュロとパタタです。はい。これはですね、まあ、いろんなところを見て、まあ、チャンネル名の付け方とか、ね、いろいろ考えた結果、まあ、ちょっとスマートかなと思いましたので、これをいう名前にしました。Vlogger っていうのが、聞き慣れない方もいらっしゃるのかもしれないですけども、まあ、ブログの動画版ということですね。動画で、まあ、自分のことを書くとか日々のことを書くっていう感じですね。で、まあ、あくまでも僕が Vlogger っていうんじゃなくて、チュロとパタタが Vlogger という、ことにしました。きっとね、その、犬の Vlog とか、犬の動画を、YouTube で上げてる人っていうのはいっぱいいるんですけども、まあ、チュロとパタタが Vlogger という立ち位置で書かせてもらいました。はい。まあ、そういう風にすることで、ちょっとなんか新しいかなという感じですね。はい。なので、まあ、今後はちょっとしばらくそうやってやっていこうかなと思います。で、今回はですね、まあ、チュロとパタタの紹介はね、先日してるんですけども、まあ、僕自身のことも少し話しておこうかなと思いまして、まあ、今回の動画を撮りました。はい。で、新谷自身についてはですね、1973年生まれで、まあ、物心がついた頃から活発で、いつもね、走り回って砂まみれで、靴の中もね、なんかもう砂だらけになって、家で靴脱いだら、じゃらじゃらっと砂が出てきて、靴下脱いだらふわっと砂ぼこりが舞うようなぐらいいつも外で遊んでました。はい。まあ、何でも興味持ってね、とにかく走ったりボール投げたりっていうので、なんかいつも競争してるような感じでしたね。はい。で、まあ何でも興味持ってましたし、特にね、生き物が大好きで、まあ、動物も好きでしたし、毛虫とかね、カブトムシ、クワガタムシも何でも好きでした、生きてるものが。だから、なんかね、命のあるものがすごい好きなので、だから僕、その蚊も殺せないんですよ。蚊がいてもカメムシがいても、もうなんかできるだけ逃がしたいし、家に入ってきた、昔ね入ってきたネズミとかいたんですけど、そんなのももう絶対殺したくない。なんか僕ごときが命を終わらせるっていいのかという感覚があったんですね。まあ、そんなん言いながらね、しっかり肉は食べたりね、野菜も食べたりしてるわけですから、まあまあ、そんな偽善的なことは言えないんですけども、まあ、なんかね、自分が殺すという、蚊を殺すとかっていう、そのね、意味のない命の終わらせ方をなんかするのがすごくこう、僕は抵抗があってできないんですよ。はい。で、まあ、それぐらい、なんかね、こう、命のあるものに興味があるんですね。はい。まあ、中でもやっぱりね、犬は大好きで、昔から犬は飼いたかったんですよね。まあ、けど、母親が犬好きじゃなかったりとかっていうのもあって、飼えなかったんですけども、まあ、そんな普通のね、少年期を過ごしてたんですけども、小学校2年生の時の春に、突如ね、運命が変わるような出来事が起こったんですね。で、まあ、それが、家の前で、カブトムシを触ってる時に、と遊んでる時に、父親がね、目の前を歩いて行って、で、まあ、そのまんまね、数十メートルぐらいかな、家から離れたところで急に立ち止まったと思ったら、そのまんま、後頭部からね、ガーンと倒れて、もうそこでね、血の泡を吹いて、もうあっさり亡くなったんですよね。で、まあね、目の前であっという間に父親が亡くなるっていうね、命の終わりを唐突に突きつけられるっていう経験をして、で、まあそれからね、なんかちょっとやっぱり、今までにない感覚っていうかね、まあ当時はその母子家庭っていうのも珍しいですから、まあ好奇と哀れみの目で見下されてるような、そのなんか惨めな感情に支配されたんですよね。なんかね、すごい惨めでしたね。で、まあと同時に、まあ命がいつ終わるかわからないっていうね、まあそういう経験をしたもんですから、まあなんか母親に対してもね、やっぱりいつ母親がいなくなるかわからないと思って、なんか執着できないというか、甘えられなくなったんですよね。で、まあ、頼っててね、ある日突然母親がいなくなったらっていうね、不安を回避するために、なんか心理的にこうね、予防線を引いたというのか、なんかそんな感じでしたね。で、まあ、幼少期はまあ何にでもね取り組む性格だったんですけど、中学
になってからはやっぱりね、ちょっと冷めた目線が備わってしまいましたね。で、中学2年かなぐらいからはなんか母親に対してもね、すごく距離を置くように、なってしまいました。まあ思春期だったからっていうのもあるかなとは思うんですが、はい。で、まあその後ね、整体院で働き、まあ自分でね、やり、で、まあ結婚してなんとなく時間が過ぎてたんですけど、まあ、40歳を前にしてね、親孝行を大してできてないまま、疎遠になってた母親も亡くなったんですよね。で、まあその時にこう忘れてた、すっかりもう忘れてた、なんか子供の頃の感覚をこうね、思い出すというか蘇ってきて、で、またね、こう、命についてっていうか考えるようになって、で、まあ、そういうのもあってかな、なんか、犬を飼いたいっていう気持ちもまた久しぶりに湧いてきたんですよね。はい。で、で、まあ、そんな時に出会ったのがチュロなんですね。はい。で、まあ、僕は子供がいないので、なんかね、ほんまに子供を授かったような気分になったんですよね。でまあ、チュロはもともとね、その胃腸が弱くって病気がちだったんですけど、なんかね、こう、小さい弱々しい命が懸命に生きてる姿を見てて、なんかすごいね、こう、いろいろ学ばしてもらうというか、そんな感じでしたね。で、まあ、そういうね、弱々しい感じなので、留守番させたりすると、もう吐いて下痢して、すごかったんですよ。で、まあ、そんなのもあって、整体院に連れてくるようになったんですけど、まあ、かわいそうだったので、自分とかね、外食たまに行くときでもやっぱり留守番することになるので、まあまあ、そんなのすら我慢できなかったんですよね、もともと。なので、まあ、もう一匹飼おうかっていうことで、そこで、出会ったのがパタタなんですよね。はい。で、まあ、パタタっていうのはほんまにね、元気すぎて、チュロの、なんていうんですかね、こう、音もっていうか、チュロが寂しくないようにと思って飼ったんですけども、パタタが元気すぎて、暴れすぎて、むしろそれはそれでチュロからかわいそうみたいなね、なんかもうそれぐらいちょっとこう、パタタはもうやんちゃ坊主でしたね。はい。で、そうですね。ほんまにその、思い描いてたワンコのいる暮らしっていうんですか、っていうのとはもう全くかけ離れててね、ちょっとびっくりしましたけど、まあ、なんかね、パタタ見てると、まあ、ある意味自分が子供の頃、こんなんだったのかな、というふうに思ったりもしましたね。はい。で、まあ、この対照的な2匹をね、なんかこう見届けることがね、まあ今の、僕の生きがいというかですね。はい。で、まあ、ただ、生きがいというかね、あんまり生きがいにするとやっぱりね、ペットロスになった時にちょっと大変なことになるので、まあそこはやっぱりね、父親とか母親に対してもちょっとこう距離を置くというかね、っていう風になってたように、まあ、生きてる間、本当にこう、2匹が生きてる間、本当にこう、ね、しっかり見届けてあげて、まあ、いつか亡くなる時があるんですけど、亡くなっても、まあ、やっぱりね、引きずらないようにっていうのはもう今からやってます。それはもうね、父親が早くに亡くなった時の経験があるので、なんかそういう風になってますね、自分自身が。で、ね、まあ、やっぱりこの2匹が本当に、なんていうのかな、その、今も両親亡くなって、兄弟もいないし、子供もいないので、直接血が繋がってる人間っていうのが、まあ地球上にいないっていう感覚になって、で、まあその、なんかね、命についてというか、血の繋がりとかそういうのを考えるようになって、まあなんか心細かったのかな、何なのかな、とかは思うんですけど、まあチュロとパタタに出会えたのはそういうのもあったのかな、と、思います。はい。ね、まあこの2匹も僕の両親と同じようにね、高確率で僕より先に生涯を終えるので、まあね、現実に向かってその、生活していく感じに、なるんですよね。で、まあその2匹ですね。この2匹、この子たちが生きた証っていうのをね、なんか残さないまま、亡くなった時に、いつか亡くなった時にすごく後悔するんじゃないかなと思って、で、まあ動画をこうね、記録して残していこうと思ったんですね。で、まあそれが今の言い方をすると Vlog という感じですよね。動画で、自分の生活というかね、まあ残していこうというところで、まあ僕自身が残してるんですけども、ちょっとだけね、まあ目線を変えるというか言い方を変えて、まあ2匹が Vlogger とか Vlog をやってますという感じでやってます。はい。
で、まあ、あとはね、この動画を見てくださってる方は結構ワンコを飼ってらっしゃる方が多いかと思うんですね。で、あと子供さんが、いらっしゃらない方も多分かなり多いと思うんですね。で、まあそうなるとね、なんていうのか、ね、家族っていうか、そのワンコとの暮らしがね、人生のハイライトみたいになる人も多分いると思うんですね。で、まあ将来ね、そのペットロスに悩まないようにしたりとかっていうのもありますし、やっぱりね、十何年一緒に過ごす命がね、亡くなった時に、まあ一緒にいた時間とかね、その、笑顔をね、記録しておきたいとか、一緒に過ごした時間とか、笑顔を一緒にね、一緒にいた時間記録しておきたいと多分どっかで思ってらっしゃると思うんで、まあただその方法が分からなかったり、っていう方も多分いっぱいいると思うので、まあそういう方に対してね、ヒントになるというか役に立つんじゃないかなと思ったのも一つ、この Vlog を始めるきっかけになってます。まあ Vlog、まあ YouTube ですね、まあほぼ同じ意味で考えてもらってもいいかなと思うんですけど、はい、で、まあまだまだ僕がね、その初心者の域なんですけども、まあこうやって発信することによって、あ、じゃあ初心者の新谷がやってるから、あ、なんか自分もできるかもと思って、同じようにねされる方が増えてくれたら嬉しいなと思うんですね。で、そうやってやっぱり、なんていうの、ワンコとの大切な時間をね、残すことが多分、財産になるんじゃないかと思うんですね。で、まあ本当にね、簡単だとは思うので、別にこれね、うまくやろうとしなくてもいいと思いますし、僕も決してうまく撮ろうと思ってないですし、なんとなくやってるんですが、まあ多分やってればね、それなりに、今から始めようとしてる人よりは、多少は上手くなってると思うので、まあ、参考になることを教えられることが増えてくるかと思いますので、まあ、そういうところで何かやっていこうと思う。で、まあ、最終的にはそのね、ワンコ好きのコミュニティを作って、ね、犬の、みんなで、ね、共通の悩みとかね、あるあるとかの話をして、っていう、集まりを作れたらいいなと思ってます。はい。ちょっと話が長くなりましたが、まあ、僕の自己紹介と、まあ、この動画を、作った、Vlog を作ってるきっかけですよね。っていうのを、お話しさせていただきました。はい。まあ、こんな感じです。で、ね、まあ、賛同してくださる方はね、ぜひぜひ、その、コミュニティとか作るのをね、ご協力してくださったりとか、あとコメントとかね、いいね、高評価ボタンとかっていうのを作っていただけると、どん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 こう、そういう仲間が増えていくのかなと思ったりしています。はい。という感じで、ぜひぜひ皆さん、ワンコとの生活ですね、ワンコのいる暮らしをぜひぜひ、楽しんでいただけたらなと思います。はい。では今日はこれで、終わろうと思います。ありがとうございます。